ウェストサリーレーシングはニュージーランド出身のディック・ベネットが運営するイギリスを拠点とするモータースポーツチーム。チーム名を省略して WSR と親しまれている。アイルトン・セナ、ミカ・ハッキネン、ジョナサン・パーマー、ルーベン・スバリチェロ、マウリシオ・グージェルミン、エディア・アーバインなどのドライバーが同チームから F3 や F3000 レースに参戦した。 1981年に設立された WSR は F3 では70を超えるレースに勝利し、イギリスツーリングカー選手権で100を超えるクラス及び総合優勝を収めている。ウェストサリーレーシングに所属したアイルトンセナは1983年のイギリス F3 を制し、マカオグランプリでも総合優勝した。設立された1981年により、 イギリスフォーミュラ3選手権に参戦。参戦初年度であったが、ジョナサン・パーマーがシリーズチャンピオンを獲得。1983年には、アイルトン・セナを起用して12勝を記録。エディ・ジョーダン・レーシングのマーティン・ブランドルとの熾烈なチャンピオン争いの末、2度目のタイトルを獲得した。その後も1985年には、マウリシオ・グージェルミン。 1990年には、ミカ発起年、翌年も、ルーベン・スバリチェロが、同チームから参戦して、チャンピオンを獲得しており、イギリス F3 の名門チームの一つとなった。マカオグランプリにおいても、1983年に、セナ、1985年もグージェルミンが、同チームから参戦して、総合優勝した。ホード・ウィル・ホイは、1998年の、 第4戦で勝利し、ウェストサリーレーシングにシリーズ初優勝をもたらした。1996年からは、イギリスツーリングカー選手権にフォードのワークスチームとして参戦を開始し、アンディ・ローズが率いていたローズスポーツからチームウニエを引き継ぐ形になった。参戦者年度は、ローズスポーツのドライバーだったエースのポール・ラディシッチと、 コーミュラレースで活躍したスティーブ・ロバートソンのコンビで参戦した。しかし、シーズンを通して目立った成績は残せなかった。1997年はこれまで、セダンタイプのモンデオギアでの参戦だったが、新たに、ハッチバックのモンデオを投入。シャーシーはレーナードが担当した。ドライバーは、ラディシッチが残留し、1991年チャンピオンで、 ルノーから移籍してきたミル・ホイとコンビを組む。前年度より結果は向上したが、ラディシッチがシリーズ13位、ホイも15位とドライバーランキング的にはあまり振るわなかった。翌1998年はドライバーラインアップが変更され、ホイが残留した一方で93年以来5年間、フォードのドライバーを務めてきたラディシッチがプジョーに移籍することになった。そこでチームは、 オーストラリアや南アフリカのツーリングカーレースで BMW のワークスドライバーとして実績のあるクレイグベアードを起用。そしていくつかのレースでは92年の F1 ワールドチャンピオンナイジェル・マンセルを起用した。ホイは第4戦シルバーストーンでチームに初勝利をもたらし、フォードにとっても95年以来3年振りの優勝であった。ホイはシーズン中何度か表彰台に上がり、 最終ランキングは10位であった。ベアードは前輪駆動に不慣れであったためか、苦戦を強いられたが、ウェットコンディションだった第20戦ロックヒルでは一時トップを走行し、マンセルもアクシデントに悩まされたが、ドニントンの第12戦では優勝争いを展開し、最終的に5位に入賞した。ありがとうございます。